皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も働く UFO で遊んできます。さあ、前回忍者ちゃんものすごく速かったんですよね、スピード。ってことはやっぱりコスチュームで変わるんですね、能力。じゃあ説明文ちゃんと読まないといけないですね。さあ、今回は売り切れもう見れない。ウィッチブルーム、空を飛ぶことしかできないと。まあもともと飛んでますけど、空。さあ、お、かわいい。何着ても可愛いですよね。さあ、では今回はどこでしょうか。お、5ページ目が解放されましたね。まあたくさんメダル取ってますからね。えへんと。さあ、ではサーカスに行きましょう。お猿の曲芸、際どいバランス。あ、これまたタイマー復活しましたね。ってことは、あの丸いあれですか、ボールを下に引かないといけないのか。お、出ました、ゾウさん。棒につかまれ、5匹のお猿さん、支えるゾウさん。どういうこと？今度棒ですか。縦棒になってますね。これ何？なんかハンガーみたいな。尻尾がハンガーの先になってますけど。重たい。まあ、形もハンガーですけど、これどうするの？これゾウさんでしょ？なんかこれで普通に引っか、あ、ん？どういうこと？逆向き？まあ、ここに引っかかるでしょ、多分。ゾウさん、いいんですか？前面。前にお猿さん来てますけど。うわ、なんかまた変わった棒持ってるし、何ですかね、この棒。リレーのバトンぐらいしかこういう棒見たことないですけど。まあ、それでもあれですよね。もうちょっと短いですよね、リレーのバトンって。おっと、また落ちちゃった。さあ、ここで引っかかりますか？引っかかりますね。案外引っかかりますね。さあ、サーカスって魔女っ子ちゃんみたいなこういう格好の子いましたっけ？まあ、サーカスってどこにあるんですか、そもそも。なんかあれですよね、移動式サーカスとかあるみたいですよね。まあ、普通にここでいいですかね。ちょっとこれだと厳しいですか、後々。ってことは、もうちょっとこっちの左にずらしておきながら引っ掛ける。こんな感じ。あ、ちょっと でもちょうどいいですね。で、ボールどこにあるんですかね。ボールが見当たらないですけど。あばい、落としちゃった。あ、ボール出てきた。これは難しそうですね。お、でもここも左にピョンって入れたら入りましたよ、なんと。さあ、あと2匹。おさあ、ちょっと待って待って、危ない危ない。あー、すごい。なんでこれ捕まってるのかよくわかんないような捕まり方しますけど、何に引っかかってるのこれ。絶対落ちますよね、こんな。あ、やっぱ落ちちゃった。キャー。あ、これちょっと間に合わない。案外難しい。もうエイヤーでいきますか。エイヤー、ゾウさん頑張って。あとはゾウさん。あ、ちょっと待って待って。お、あ、あ、そうそう。あれですね。ちゃんと乗せれたから、ボーナスアップと。そう。引くだけではない。足していただけると。数字は。これいけるんじゃないですかね。いや、これちょっと引っか。ちょっと、尻尾が引っかかった。おいし。まさかの。どういう釣り合いかわかんないですけど。釣り合いましたよ。さあ、ありがとうございます。わあ、今回1回で成功しましたね。ただメダルがダメですけど。ああ、ボールがそうですね、2個いきましたね。落とさずにいけたらいいんですね。まあ、最高得点とか目指してないから、まあそれはいいんですけど。なんかあるんですかね、綺麗な乗せ方。皆さんも遊んでる方いらっしゃったらぜひですね、ちょっと教えてください。お、高難易度なんか実績しましたね。こちら働く UFO さん、確か490円でしたので、何かイベントとかで安くなってる時がありますよね。プレイストアさん200円引きとか、まあ、そういう時にぜひよかったら遊んでみてください。ではですね、今回の動画以上させていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。次回は農場2からですかね。あ、もう3が出てません。農場、次連続農場ですか。ではですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
We'll be right back.